ラーマシアデカン、プラネス、または、ラーマシアは、FC バルセロナの育成組織の総称で、もともとは、バルセロナ育成組織の選手寮のことであった。この校では、選手寮としてのラーマシアを、ラーマシア寮と呼び、育成組織としてのラーマシアを単に、ラーマシアと呼んで区別する。バロンドールを6回受賞、ラリーガの歴代最多ゴール記録するなど現代、 サッカー界史上最高の選手と言われるリオネルメッシを育てたことでも知られる。育成組織としてのラマシアは世界で最も優れた育成組織の一つとして称賛されており、2010年のフィファ・バロンドール投票では最終候補の3人を全てラマシア出身選手で占めるという偉業を成し遂げた。卒業生の一人であるセルヒオブスケツラマシアは ヨーロッパで最も贅沢な育成組織の一つであり、ラ・マシア領の運営などに、年間500万ユーロの費用がかけられている。育成組織の最年少者は6歳であり、毎年1000人以上の6歳から8歳の選手が入学試験を受け、そのうちの上位、約200人の選手が入学を許される。多くのスカウトが、有望株の発掘に努めており、カタルーニャ州に15人、 残りのスペイン全土25人、海外20人のスカウトが配置されている。スカウティングにかかる費用を軽減するために、地元の15クラブと契約しており、有望選手を定期的に育成組織の練習に呼び寄せている。その見返りとして、地元クラブに金銭的な援助をし、指導法や技術アドバイスなども与えている。海外の有望選手を発掘するために、 メキシコとエジプトに計6つのサッカースクールを設立し、専用の学校も建設して、学校教育と練習を行っている。ラマシアの FC、バルセロナ B 以下の12のカテゴリーには300人以上の選手が在籍しており、20人以上のコーチが指導に当たっている。コーチ以外にも、医師、カウンセラー、栄養士、料理人、 理学療法士など50人以上の専門職員が働いている。FC、バルセロナ B はトップチームと同じ4から3から3フォーメーションを採用している。プロチームである FC、バルセロナ B は午前と午後に練習し、不便にいる A 以下のカテゴリーは学校での勉強を終えた夕方以降に練習する。基本的には、カデッテ A までは飛び級でプレーすることはなく、 同年齢の選手たちとプレーする。学費や生活費は全額クラブ負担。トレーニングウェア、スパイク、タオルなどはクラブから支給され、私立学校の学費もクラブが負担する。大学に関しても、取得単位ごとにクラブが学費を払うシステムを採用している。親元から通う地元カタルーニャ州の選手であっても、片道1時間以上かかる遠方の選手はクラブがタクシーを手配する。 近年では、親元で生活することのメリットを再評価し、ジュニア年代の選手はなるべく親元からタクシーで通わせるようなシステムにシフトチェンジしている。そのため、年間予算における選手送迎用のタクシー手配は数千万円にも及ぶ。長時間の送迎となる場合は、練習場での監督、コーチよりも接する時間が長くなる、タクシー運転手の採用にもクラブは戦略的で、 人柄やコミュニケーション能力を重視して雇用契約を結んでいる。ピッチ内でのセーフティーネットも充実している。バルセロナでは育成年代で指導する監督に全選手にシーズン中最低40%の出場時間を与えることを義務付けている。2014年までコーディネーターを務めた。アルベルト・プッチはバルセロナが獲得する選手であれば、 その才能や技術は保証されているので、全員を均等に使うことを求めるのは当たり前と語る。勝つために補欠を設けることは許されず、全選手が同じチャンスを与えられる。また、育成組織の中で複数のコーディネーターのポストを用意し、監督と選手という関係のみで選手が一面的に評価されてしまわないように、より多角的な評価システムを構築している。 プレー面で選手が悩みを抱え、それを監督やチームスタッフに相談できない時には、コーディネーターが間に入れるよう、彼らは毎日担当する全チームの練習に足を運び、積極的に選手たちに声をかける。戦力外になった選手へのセーフティーネットを整備されている。バルセロナは地元カタルーニア州に業務提携を結ぶ町クラブを15ほど抱えていて、 戦力外となった選手の行き先を親身に探す。そのため、出て行く選手には、来季の戦力ではないが、街クラブで試合に出て、レベルアップすれば、バルセロナに戻るチャンスはあると言って送り出し、提携先のクラブからもその後の成長ぶりについて、定期的な報告を受ける。復帰が望める選手に対しては、実際にスカウトを派遣するなど、常に、選手の動向、成長をチェックしている。 彼らは長年の経験からセーフティーネットがしっかりと整備された環境下で選手を激しく競わせながら一貫性を持って育てれば2%の確率でトップ昇格できる真のエリートが生まれてくるのみならずそれまでの過程で競争から奮い落とされていく98%の選手たちの人間教育も可能になると理解している表面上は 育成に巨額の予算を投じて豪華な施設や生活環境を整えているが中にいる指導者や寮のスタッフといった関係者は皆人間味あふれる教育者なのである。今もフォルゲラ寮長はスポーツ選手として体制できなくともラマシアでの生活や学業面での努力を生かして立派な社会人になってもらうことこそが一番の成功例ですと述べる。取材を受けるたびに トップ昇格した有名選手ではなく B チームに在籍しながら南韓大学の学位を取得した無名選手を成功事例として出す。初日からあえて厳しい現実を選手たちに突きつける一方で自身は24時間365日選手のために身を粉にして働く。バルセロナの育成というのはそういう人間に支えられながら20年30年という 年月をかけてブラッシュアップされている教育機関なのである。左からアモール、フェレール、ムソンス、グアルディオララマシアを出た選手は他の選手とは違うものを持っている。それは子供の頃からバルセロナのユニフォームを着て競ってきたことでのみ得られるものだ。ジョゼップ・グアルディオラ監督かつてテクニカルディレクターを務めていたペップ・セグウラは成功の秘訣を プレーの哲学だと表現し、クラブの頂点から底辺まで一つの哲学だけがあり、一つのメンタリティだけがあると述べた。この哲学は、ヨハンクライフを用したオランダ代表が具現化させたトータルフットボールとスペインの伝統的なプレイスタイルであるワンタッチプレーを組み合わせて形成されている。ラマシアでは、選手のテクニックに焦点が当てられ、 細かなパス交換能力が必要不可欠とされている。しばしば持ち出される FC バルセロナの成功理由の一つにパスムーブの哲学の継続と系統がある。グアルディオラは中盤の深い位置からゲームメイクを行う選手の先駆けであり、シャビアイニエスタがその後継者である。トップチームでは中盤の前目の位置で起用されるシャビアイニエスタであってもラマシアでは 中盤の底の位置で起用されることが多かった。またボールだけでなく選手たち自身も流動的に動き回ることでポジションに縛られない自由なプレーが心がけられている。欧州サッカー連盟のミシェル・プラティニ会長は FC バルセロナは試合に勝ちさえすれば良いわけではないという私の哲学を象徴していると述べて FC バルセロナのスタイルを称賛した。 また2010年のフィファ・バロンドールでは受賞したリオネル・メッシをはじめシャビ、イニエスタと最終候補3人をラ・マシア出身者で独占したが、シャビはこのことをカンテラとクラブの哲学の勝利と表現した。ラ・マシア領は1979年にホセル・イス・ヌ・ニエス会長によってバルセロナ市外出身選手のための選手領に建て替えられたオリオルトルトが管理人に任命された。 育成組織量を建築するというアイデアは AFC、アヤックスの育成組織を理想とするヨハンクライフによってもたらされたものだった。ラマシア寮の最初の卒業生には1988年にトップチームデビューした MF ギジェルモアモールなどがおり、彼はトップチームでリーグ戦3 1 1試合に出場した。2年後には GK カルレスブスケや MF ジョゼップグアルディオラが トップチームに昇格した。この3名はトータルフットボールの哲学を持っていたクライフ監督の下でトップチームデビューした。グアルディオラはクライフのチームの中で重要な役割を果たし、ラマシアに在籍していた MF、シャビ、MF、アンドレス・イニエスタ、MF セスク・ファブレガスなどに大きな影響を与えた。3シーズンの間、グ2007年5月に FC、 バルセロナ B がテルセーラディビシオンに降格したため FC バルセロナ C は消滅している。混乱の最中にあった FC バルセロナ B の監督にグアルディオラが就任すると彼はチームの改革に着手しチーム強化のために21歳を超える選手の FC バルセロナ B 在籍も可能にした。選手たちを若手で構成されるパールズとより成熟した。 選手で構成されるバックボーンに分け、21歳から26歳の選手で構成されるバックボーンの選手たちには、最大で2年間の猶予を与えて、成長を見守った。チーム改革後、グアルディオラはより良い練習施設の必要性を、ジョアン・ラボルタ会長に訴え、育成組織の練習は広大な敷地を持つシューター、エスポルティーバ・ジョアン・アンペールに移った。FC バルセロナ B は2007から08シーズン終了時に、セグンダディビシオン B 昇格を果たし、2009から10シーズン終了時に、セグンダディビシオン昇格を果たした。2010から11シーズンに、セグンダディビシオンに在籍した、リザーブチームは、ビジャレアル CFB と FC、バルセロナ B だけであった。育成組織出身者を多数用しての FC、バルセロナ B の躍進は、 ラマシアの名声をさらに高め、デイリー・テレグラフ氏は、ラマシアは、優れた、株組織として名高い AFC、アヤックスの株組織にとって変わる存在であると伝えた。才能の宝庫としてのラマシアの成功と名声は、セスク・ファブレガス、FW ・リオネル・メッシ、DF ・ジェラール・ピケ、FW ・ペドロ・ロドリゲスらの1987年生組に、象徴される。2000年には、 トップチームのルイス・ファン・ハール監督が11人ものら、マシア出身選手をトップチームに加え、スター性に欠けるチームだとして人々に嘲笑されたが、2008から09シーズンには8人のラ・マシア出身選手を要して UEFA チャンピオンズリーグ優勝を果たした。2009年にはメッシがラ・マシア出身選手として初めてバロンドールとフィーファ最優秀選手賞を受賞し、 同じクラマシアの卒業生であるシャビとイニエスタがトップ5にランクインした。新しい選手寮のオリオルトルト育成センター2010年には、スペイン代表が2010フィーファワールドカップで優勝を果たしたが、このうちの8人は FC バルセロナ出身であり、7人がラマシア出身選手であった。スペイン代表のスタメンにはピケ、カルレス、プジョル、イニエスタ、シャビ、セルフィオブスケ、 ペドロの6人が名を連ね、FIFA フフワールドカップ決勝における単一クラブからの最多人数記録を更新した。ロイターは、スペイン代表の FIFA フフワールドカップでの成功に、ラ・マシアの存在が大きく影響しており、その他の要因としては、経済の発展と幸運が挙げられることを示した。ドイツ代表のヨアヒム・レーブ監督は、FIFA フフワールドカップ決勝後に、スペイン代表のパスを中心とした。 プレイスタイルは FC バルセロナのそれとそっくりだ。どうやっても彼らには勝てない。ボール回しの際には強い自信と冷静さを兼ね備えていると述べ、両者に通じる部分があることを指し示した。2010年の FIFA フフバロンドール投票の最終候補3人はすべてラマシア出身者で占められたが、同賞の最終候補3人が同一チームの選手で占められた例は過去に2度しかなく、 三人すべてが同一チームの育成組織出身者なのは史上初の快挙だった。FC バルセロナのトップチームを含む各国トップリーグでリーグ戦50試合以上に出場したらマシア出身選手のリストである。選手の情報はリーガエスパニョーラの公式ウェブサイトなどによる。現役選手は太字、うち現在も FC バルセロナ所属の選手は河川。ラ・マシアは 1702年に建てられた田舎風の住宅で1979年から選手寮となった。ラマシアという言葉はカタルーニャ地方の農家を意味するこの選手寮は FC バルセロナのホームスタジアムであるカンプノウに隣接して建っていた。ラマシア寮は70人以上を収容することができ約60人の選手が暮らしていた。 そのうちの50人ほどはスタジアムに隣接した主胸で暮らしており、残りの10人ほどはカンプノーの中にある別当で暮らした。13歳以上の選手のうち、ラマシア領で生活する選手は40%ほどであり、それ以外の選手は自宅などで暮らしていた。ラマシア領に入ることができるのは13歳以上と定められており、ラマシアの12歳以下の選手はカタルーニャ州出身者であるか、 家族と共に移住してきたスペイン、国外出身選手であった。ラマシアの建築を提案したヨハンクライフ現在ら、マシア料として使われている建物は1702年に田舎風住宅として建てられ、1954年に FC バルセロナによって買い取られた。この建物は当初は作業場として使われていたが、カンプノーが1957年9月24日に、 学生すると閉鎖された。FC バルセロナのエンリク・リアウデット会長時代に拡張改築され、1966年9月26日にクラブ事務所として使用が再開された。クラブの規模が大きくなるにつれて増えた職員を抱えきれなくなり、1979年に選手寮に建て替えられた。会所から30年で500人以上の選手がラ・マシア寮に在籍した。 在籍者の半数はカタルーニャ州出身で、残りの半数はスペインのその他の地域出身である。スペイン国外出身選手もおり、15人はカメルーン出身、7人はブラジル出身、5人はセネガル出身、3人はアルゼンチン出身である。在籍した500人のうち約10%がトップチームに昇格を果たしている。 ラマシア領は2011年6月30日をもって閉鎖され、32年間の歴史に幕を閉じた。ラマシアに代わり、オリオルトルド育成センターが新たな選手領となった。ありがとうございます。